倉持ゆかは日本のグラビアアイドル、タレント、女優。千葉県船橋市出身。ジースタープロ所属。夫はプロゲーマーのふど。グラビアアイドルとしては100センチメートルのヒップが持ち味であった。週刊少年マガジンのグラビアで、グラビアアイドルという職業に憧れを持ち、13歳の頃に倉持ゆか名義で東京図鑑に所属しデビュー。 ライブドアブログで活動を展開していたが、2010年4月以降、更新がなくなり消滅。その代替措置として、同年8月にアメブロにブログを開設したが、本人曰く、以前の芸名が使えなくなってしまうのでと、事務所との契約が終了したことを示唆する発言をしている。倉持ゆか時代の2008年4月14日に、通学途中の JR 山手線内で、 痴漢被害に遭うが、当時のマネージャーから教わった空手を使い痴漢を捕まえ、警察に引き渡した。この点末から新聞記事への掲載やテレビ番組に出演するなど、脚光を浴びる。当時は空手三段であるマネージャーから心と体を鍛えることを勧められ、両手両足に合計1 0ラムの重りを装着して通学していた。また、 東京都中野区から埼玉県秩父市まで自転車で片道約1 0 0キロメートルを走り山ごもりをしてから東京まで往復したことが3回あるという2010年3月の高校卒業の頃までは推薦試験等で美術学校を志望していたものの進学には至らず浪人して受験勉強を続け多摩美術大学に合格するも経済的事情により進学を断念 共立女子大学に進学。同月、新しい芸名が、倉持ゆ香に決まったことを報告。同年12月に株式会社、GPR への移籍を発表した。2012年10月20日、主演映画、タリウム少女の毒殺日記が、第25回東京国際映画祭で、日本映画、ある視点部門作品賞を受賞。グリーンカーペットに登場した。また、 同作品で、ロッテルダム国際映画祭にも登壇。2013年7月より、アイドルの穴2013候補生として活動。私のお尻に入れてくださいと発言した。同年8月31日放送会で前週までの、ランキング上位12名に残れず脱落したが、純非テレジェニックベスト巨尻賞を受賞。2014年1月からは、グラドルジがドリブと称し、 ツイッター上で、自らの写真を頻繁にアップロードしていく活動を、始める。ここで行われている一連の呼びかけが、グラビアアイドルたちから賛同され、話題となる。2014年6月より、高崎聖子、鈴木咲とともに、ポニーキャニオングラドル映画宣伝部として、映画、大脱出、ラッシュ、プライドと、友情、ローンサバイバーの PR 活動を行う。 2016年7月より、アベマ TV 土曜の夜は、知り上がりピーチアンネルのレギュラーとなることが発表された。2017年3月24日、ミス ID2018 の審査員に参加することが発表された。2019年11月5日、約10年間の交際期間を経て、サイゲームスビースト、 レーザー所属のプロゲーマーであるフドと結婚したことを自身のブログで報告した。2020年12月26日、自身のブログで第一子を妊娠していることを報告。2021年6月1日、第一子となる 3480g の男児を出産した。ありがとうございます。